今回のマイタウン市川は気分ノリノリ病気なしなし市川の食育、子ども館ならではの食育の取り組みを紹介します。簡単おいしい朝ごはんのコーナーもお楽しみに。まずは1週間の出来事を振り返るウィークリーヘッドラインから。9月11日大ヶ島川第一調節池緑地で ママ川流域総合治水対策協議会啓発イベント、水に親しむ親子の集いが行われました。大ヶ島川第一調節池はママ川水系の総合治水対策特定河川事業の一環として整備されたおよそ16ヘクタールの広大な調節池です。このイベントは大ヶ島川第一調節池の意義や良さのほか、ママ川流域の総合治水対策や家庭でできる雨水の有効利用などについて多くの市民に知ってもらおうと、調節池内に自然環境創造型施設として緑地が整備された平成19年から毎年行われています。会場には水ヨーヨー釣りやスーパーボールすくい、金魚すくいなど水を使ったコーナーが設けられたほか、総合治水対策のパネル展示や雨水の有効利用として市が進めている雨水浸透マスの模型などが展示されました。今回の催し物の中で特に来場者の人気を集めたのがこちらの川クイズ。全問正解者には景品がもらえるとあって、子どもを中心に多くの来場者がチャレンジしていました。楽しかったけど1問だけ間違えて悔しかったです。メダカとか川とか水のことがよく分かりました。主催したママ川流域総合治水対策協議会では、今後もこうしたイベントなどを通じて総合治水対策への理解と協力をお願いしていきます。続いて9月25日に総合開会式を迎えた夢半島千葉国体の関連イベントの話題です。総合開会式を10日後に控えた9月15日、競技会場となる県内26の市や町の首長と千葉県知事が会場の最寄り駅などで一斉に国体 PR キャンペーンを行いました。午後6時、市内のダンスチームによる大会イメージソングダンスで華やかにスタートした市川市の PR 活動は、 JR 市川駅のコンコースを会場に行われ、大久保博市長も揃いのジャンパーに身を包み、ぜひ競技会場でトップクラスの試合を見てくださいと、市川市がハンドボールの競技会場であることを PR しました。イベントに参加した市川駅長と市長は、駅を利用する人にチーバくんのうちわやチラシなどが入った PR グッズを配り、国体の開催をアピールしました。夢半島千葉国体の開会までにゴミをなくし、綺麗な街で他県から来る人を迎えようと、9月18日県内一斉に清掃ボランティア活動が行われました。湾岸丸ごとゴミ拾い、丸ゴミと名付けられたこの活動は、千葉県内で同じ日同じ時間同じ思いで街のゴミを拾い、環境活動を通して市民のつながりを持ってもらおうと平成20年にスタートしました。今年は夢半島千葉国体の開催に合わせ、総合開会式の1週間前に実施され、市川市ではハンドボール青年男子の試合が行われる塩浜市民体育館周辺のゴミ拾いが行われました。この丸ゴミは千葉県の環境美化と地域活性化がテーマになっています。塩浜市民体育館前ではゴミ拾いにも参加した丸ゴミ市川市実行委員長で市内に道場を持つ小比類巻大臣さんや市長が参加して、地元の食材が当たるじゃんけん大会が行われたほか、アリーナではプロのアーティストによるライブ、そして南行徳地域のよさこい騒乱チーム南行徳スカイによるパフォーマンスが披露されました。またこの日、塩浜市民体育館では日本ハンドボールリーグ公式戦、大崎電気工業ハンドボール部大崎オーソル対沖縄県のチーム琉球コラソンの試合が行われ、丸ごみ参加者200人が招待されました。
夢半島千葉国体ハンドボール青年男子の試合は9月30日から塩浜市民体育館と河野台市民体育館で行われます。ぜひ会場でトップクラスのゲームを応援してください。以上、ウィークリーヘッドラインでした。市では平成19年度に食育推進計画を策定し、食と健康に関心を持つ、食を楽しむ、安心できる食を選ぶを基本目標に、行政、生産者、消費者、学校、地域などがお互いに協力し合い、一体となって食育の取り組みを進めています。市内15カ所にある子ども館では、食育推進計画に基づいて地域の子どもたちが訪れる利点を生かした食育の活動を行っています。この日、愛の川子ども館で行われたのは、市川の特産品である梨を使った梨ジャム作りです。市川の地場産業っていうことで、市川の地域にもいろいろな梨があるってことを知ってほしいっていうことですね。それと、地産地消っていうことで、地域で生産したものを消費するっていうことを、まあ小さいんですけれども、子どもたちなりにね、理解してもらえたらと思って思います。それから、素材についての知識っていうことで、やっぱり身近な地域から生産されたものを購入して、自分たちで料理をして、食べるっていうことの、そういう意味もね、これから安心安全についても理解していってほしいなというふうに考えてます。梨ジャムは、梨をすりおろしたものと小さく刻んだものを混ぜ、水分を飛ばすために煮詰めながら砂糖やレモンを加えて完成です。小さな子供でも簡単にできる梨料理ですね。そして今回は、梨ジャムを美味しく食べるためにパンケーキも作りました。市川産の美味しい梨を使って作る自家製梨ジャムと手作りパンケーキの組み合わせは、子供にとって最高のごちそうでしょうね。楽しかったし、美味しかったので、家でもまた一回作ってみたいなと思いました。煮込んだりするところが楽しかったです。頑張って作るのが、なんか切ったりしてるのが面白かった。子ども館っていうのは、もう本当に好きな時に自由に来て、友達同士で楽しく遊ぶところなんですね。だからこう無理なくいろんな活動をする中で、遊びをこう経験していく中で、食育についても身につけて行ってもらいたいなっていうふうに考えてます。あとはこうやって見ていただいての通り、大きい子もいれば小さい子もいて、小さいお子さんの面倒をね、大きい子がお世話をしたりとかっていうのが自然にできているので、みんなで協力して作ったものはきっと美味しく食べられるんじゃないかなっていうことで、食育に結びついていってもらえたらなっていうふうに考えます。子どもたちにとって、子ども館での食育活動は、普段と違う友達、そして年齢の違う子ども同士が調理体験を通して交流し、新しい食の楽しみ方を知る良い機会になっているんですね。子ども館では保護者を対象にした食育活動も行っています。こちらは南八幡子ども館で行われた食生活講座です。子どもの離乳食を作り始めて、子どもに何がいいのか、ちょっと勉強したいなと思って参加しました。最近ちょっと外食とか、スーパーのお惣菜とか使うようになってきて、本当にこれでいいのかなってちょっと自分でも疑問に思っていたので、ちょっと改めて食生活を見直したくて参加しました。
今日はね食生活講座って言って、あの子どもたちがね小さい頃から本当にスナック菓子とかね、あの本当に清涼涼水化にまみれてるので、その辺のところをね、あのちょっと啓蒙っていうか、うん、そのために講座を開きました。あのとにかくね3食きちんと食べてもらう、本当に主食をきっちり食べて、もうお母さんたちがお子さんたちにね、あのご飯の大事さっていうか3食食べることの大事さを本当に教えたいなと思いました。講座では子どもに食べさせる食品の安全性や食生活の提案、栄養バランスの重要性などについて、さまざまな研究に基づいた解説が行われました。生きていくためにはあのさまざまな食べ物が、ね、必要ですけども、でんぷんと水っていうのは他の食べ物と比べるものにならないくらいあのとっても重要です。ご飯を食べてればあの大丈夫です。で、ね、ご飯をしっかり食べてる子にね、あの肥満というのはないんです。ご飯をしっかり食べないからあのお腹が空いちゃってスナック菓子とかそういうものをたくさん食べちゃって、あのスナック菓子をたくさん食べるから、あのなんていうんですか、もうそれで油分がすごく多くなっちゃって、あの他のものが欲しくなっちゃうんですね。今朝ごはんパンなんですけど、ご飯にしようかなと考え直しました。日々あのパン食だったんですけど、やはりあのご飯食の大切さっていうのを、はい、すごく聞けてよかったなと思いました。講座では子どものためにどんな食事がいいのか改めて考えさせられるきっかけになったようですね。子ども館では食育推進計画に基づいて子どもやその保護者を対象にさまざまな取り組みを行っています。今回ご紹介した取り組みは子ども館が行う食育の取り組みの一部です。ぜひお近くの子ども館で開催している食育のイベントなどにご参加ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。頑張れ千葉県、簡単おいしい朝ごはん。市川市でハンドボール応援してね。市川市の栄養士の協力のもとお送りしているこのコーナーでは、テーマに沿った旬を感じる簡単でおいしい朝ごはんメニューをご紹介します。さて今回のテーマは、はい、今回のテーマはズバリ目を大切にビタミン A です。はい、ということで今回はうなぎの混ぜご飯です。はい、では2人分の材料です。卵1個、酒小さじ2、みりん小さじ2、塩2つまみ、サラダ油、甘酢漬け生姜、ご飯、うなぎのかば焼き、かば焼きのタレ大さじ2分の1です。さて今回のテーマなんですが、はい、この時期と何か関係あるんですか？はい、今回はですね、10月10日が目の愛護デーということで、目の健康についてですね、まあ、考えるきっかけになればと思いまして、はい、目の働きを良くするビタミン A をですね豊富に含んだうなぎを使ったお料理をですねご紹介したいと思っております。なるほど、はい、今ですねやっぱりパソコン携帯電話の利用でね目を酷使していると、ね、多いですからね、はい、まあ、この機会に皆さんご自身の目にも優しさをね、うん、向けていただきたいと思います、はい、それでは作り方をご紹介します。小さいボウルに卵を溶き、酒、みりん、塩を入れてよく混ぜたら、フライパンに油を入れて中火で炒り卵を作ります。甘酢漬けの生姜は端からくるくると巻いて千切りにし、しっかり汁を絞ります。うなぎのかば焼きは温め1センチ幅に切ります。はい、じゃあ温めていくということなんです、はい、そうですね、何かコツはあるんですか？はい、栄養士さんから聞いたお話なんですけども、はい、ちょっとお酒をですね、うん、このようにこう振りかけてやるとふかふかになるということらしいですね。なるほど、はい、まあ、一手間でね、はい、一層美味しくなる。あのシンクタンクでしたらね、そのまま温め電子レンジで温めることもできますし、はい、うん、まあ、お湯で温めることもできますけれども、はい、かけるとそうですね、はい、一手間っていうことですね。なるほど、はい、時間があれば、はい、時間があればですね、このようにねしていただくとより一層美味しくなるんじゃないでしょうか、はい、さあそれではじゃあレンジでかけてみましょう、はい、温めてください、はい、じゃがじゃーん、栄養士さんクイズ。何ですかこれ？まあ、今回は栄養士さんメモなんですけど、はい、ちょっとクイズにしてみました。はい、はい、では問題です、はい、ビタミン A が不足するとどうなっちゃうでしょうか？ビタミン A、はい、ビタミン A、
それでは時間もないようですので、答えです。ビタミン A が不足しますと目や喉、鼻の粘膜が弱って風邪をひきやすくなる。またですね、肌が荒れてしまうということなんです。肌、いつも重要ですね、それは。そうですね、なので、はい、ビタミン A はしっかりと取ってください。クイズですよね。はい、クイズでした。はい、では続いて、はい、最後の盛り付けに行ってみたいと思います。温かいご飯に甘酢漬け生姜とかば焼き、タレを加え、さっと混ぜ合わせます。器に盛り、いり卵を飾ったら完成です。完成です。はい、美味しそうですね。どうでしたか、はい、今回は作ってみて、はい、本当に温めて切るだけ、そして混ぜるだけ、本当に簡単でした。そうですね、はい、そして美味しそうなご飯が出来上がりました、はい、出来上がりました。それでは皆さん召し上がってください。はい、いただきます。はい、美味しそうです ね、先ほどからでもいい香りが立ち込めてるんですよ、はい、朝からこれ出てきたらご機嫌ですよね。最高ですね、本当に、うん、あ、すごい、いただきます。はい、おいしい。はい、おいしい、うん、ちょっとね、うなぎのちょっとしつこさってちょっとあるじゃないですか、うん、はい、それがね、この生姜で、うん、さっぱりしてます。さっぱりと、はいはいはい。ところで浦野さん、このコーナーでは最高3つの梨の数でですね、私の作った料理を表現してもらいたいと思ってるんですけども、はい、さあ、それでは伺います。はい、梨いくつでございましょうか。今回は、はい、梨1つ。はい、え、1ついただきました。って浦野さん、1つですか、梨。はい、あの、はい、味は美味しかったです。そうですよね、すっごい本当に美味しかったです、はい、自慢の一品。そうですよ、はい、お母さんは、はい、クイズを出して私に答えさせてくれなかった、うん、そこですか。そこです。はい、はい、まあ、でも、はい、まあ、美味しく、美味しかったです、はい、もう、うん、あの、このご飯そのものは美味しかったです、はい、それで納得しました。はい、今回のうなぎの混ぜご飯、皆さんもぜひお試しください。市からのお知らせです。建築物の高さの規制、誘導に関する基本的な考え方についてのパブリックコメントを募集しています。現在、市では調和の取れた街並みと良好な住環境の実現に向けて建築物の高さ制限を検討しています。検討案は建築物の高さの規制誘導に関する基本的な考え方としてまとめ、市内の市政情報コーナーや市のホームページなどで公開しています。この検討案についての皆様のご意見をお寄せください。提出方法は意見用紙に必要事項を記入して都市計画課まで郵送、ファックス、持参する方法のほか、市のホームページからも提出できます。続いて、市内で行われるイベントの情報です。9月25日から第65回国民体育大会夢半島千葉国体が始まっています。市川市ではハンドボール競技の青年男子、青年女子、少年女子の種目が行われます。会場は国府台市民体育館、市川学園古賀記念体育館、塩浜市民体育館、昭和学院中学校高等学校の体育館の4カ所です。試合のスケジュールなどは9月25日発行の広報市川や市のホームページをご覧ください。10月2日からは歩いて発見市散歩、文化の街角回遊マップ市川ママ地区編を参考にお散歩します。どうぞご覧ください。